こんにちは金子です今回は VLOOKUP を使って全部一気に解くっていう方法をやっていきたいと思います VLOOKUP は使えるけれども右にずらした時に全部エラーになっちゃって これ一気に解く方法ないかなって探している人向けにこの動画を撮りましたので Vlookup まだ使えないよという方は初心者向けに解説している動画があるのでまずはそちらを見てくださいで今回やりたいことを簡単に解説するとまず Vlookup が解けること前提なのでまずここの部分ですね A の001をここの範囲から探してでここのところで2ですねで検索条件がフォルスということで これで担当者が全部出せますよと。で、この後にですね、ここを横に引っ張ると全部エラーになっちゃうんで、一個ずつやってるんだけど、こうやって横に引っ張って、ここをオートフィルして全部出せると簡単だよねということですね。で、これのやり方を解説していきます。で、はじめにちょっと結論から言うとですね、これ、あの、完璧にやるにはインデックス関数とマッチ関数っていうのを使わないとできない。 ようにになななっててていいいるるるんででですけけども今回はこのでなるべく手間をかけないでやる方法について紹介していきますでまずですね、ここまでできること前提なので、できないこと、分かんない方は、VLOOKUP の初心者向けの使い方、動画があるので、そちらを見てください。まず最初にですね、答えを最初に説明して、それで後から解説をゆっくりしていきたいと思うので、まずは答えをやっていきますね。 で、どのようにやっていくかというと、ここの安部さんの解いたところですね、この B の4はここを見てほしいので、このままで絶対参照にするんですけども、横にずらしたときもここ、でも縦にずらしたときはちゃんと1個ずつずれてほしいんですね。で、このままだと、ここにずっと行っちゃうので、ここのところですね、この B だけ絶対参照、ドルマークがついていて、 4のところにはドルマークついてないように F4 で何回か押してあげてこの4の方にドルマークついてない状態にしますでその状態で Enter キーを押して確定ですねでこれで横に引っ張りますこうですねで今全部阿部さんなんですけれどもこれ阿部さんの理由はここで2を入れてるからですねでここで3を入れてあげると炊飯器ということでこういうダブルクリックするとこうなりますこうですね えっと、ここを見て、この中から3番目見てますよ、ということになります。で、こっちもそうですね。ここも4にすると、こうですね。こんな感じですね。このように1個ずつずれてくれて、で、ここのところは手動で今のやり方だとやらないといけないので、これはちょっとしょうがないですね。後で解決策もやっていきます。で、これ、あの、詳しい説明を今からやっていきますね。で、 なぜ今ドルマークをここにつけたのかっていうところなんですけどもここの説明からやっていきますでここまずですね、えっと、この状態でやるとどうなるのか、まあ、これさっき一番最初にやった状態ですねでこれ横にやるとここですね C の4って横にずれちゃうんでえやっぱり絶対参照が必要なんですねここの C の4がずれちゃうからなので絶対参照にしないといけないんですけど普通に F4 を押すだけだとですねこれ横にずらすと まあ、ここは OK ですよね。ここは B の4見てもらって、で、ここを3にすると、こう炊飯器で、ここはもう間違ってないんですよ。ここの A の001をこの中から範囲を選んで、で、3番目、まあ、炊飯器ですよね。商品 A の001は炊飯器なので。で、ここは間違ってないんですけど、オートフィルすると、こうですね、あのー。全部炊飯器と。で、なぜかというと、絶対参照しちゃってるからが問題です。で、この縦は、 要は動いて欲しいてしんですねこここででうやってでも横に動かした時はこっちに動いてほしくないんですよ。なので縦だけは動いてほしいけど横は動かなくてほしいということなのでそういう風にするにはドルマークの位置を変えてあげる必要があるんですね。でドルマークをこの B の4ってところドルマークがついているこの後ろこの B の方についていればここですねこうやってついていれば B が動かない。 で、ここの4のところにドルマークがついていれば、縦が動かないようになります。で、B がついていれば横に動かしたとき、横に動かないんですね。なんで、担当者から商品名ってこう、動いてくれなくなります。ちょっとおさらいしますね。えー、っと、ここちょっと難しいところだと思うんで。で、今こうやって動かすと、こう、1個ずつ動くから、ここ価格のやつが D のように動いちゃいますよね。で、D がなんで動くかっていうと、 ここの B が動くからなんでここのところ F4 を押すと1個つく絶対参照を2回目押すとこっちに4だけつくんですねで B だけつけたい時はここですね F4 もう1回押すとここだけつきますそうするとこう B は横に動かした時に動かないというふうになるんですねじゃあこの状態で Enter キーを押して横に動かしてみましょうそうするとどうなったかというとここ動かないですね横に動かしたのに動かないというふうになります で、ここは縦に動いてほしいんで、オートフィルすると、この5のところ、数字が絶対3章入ってないんで、動くんですよ。ちゃんと、縦に。なので、ここがちゃんと出てくるということですね。で、ここ今、担当者が出てるっていうのは、ここの列番号。これがですね、担当者じゃなくて、商品名は左から1、2、3番目なんで、3が入るということなんですね。ここ3にして、やってあげると、うまくいくと。 いうことです。で、ここも同じですね。ここのところを4にしてあげると、こういうふうに行きます。で、これ逆にですね、じゃドルマークの位置を4にしてしまうと、どうなるのか。こうするとですね、ここ横を動かしたときに、ちゃんと動いちゃうんですね。あの C の方は、こう、絶対参照が入ってないので、こうやって動いちゃうんですよ。で、4の方が入ってるんで、 縦は逆に言うと4から動かないんですね。この行番号が4から動かない。なので、あのここの部分を間違えてしまうとうまくいかないです。今回の部分は、横は動いてほしくないけど、縦が動いてほしいってことなんで、この B のところは固定をして、縦はこう横、横は動いてほしくないと。で、縦、この行の方は動いてほしいんで、4は5678って見てほしいんで、こっちはドルマークがいらないということで、横にやって、 こうで,す、ね、でここのところが3番目なんで3になって4になるとそうするときれいにいきますでここの部分3と4自分でやらないといけないのかと言われるとこれそうなんですよね自分でやらないといけないんですよでこれが面倒くさいという方はもうこれは手段としてあまり使わないんですけどもここのところに234というふうに打っちゃうっていうのも一つの手ですね で、どういうことかというと、じゃあここちょっと一回消して、もう一回最初からやりますね。そうするとですね、これをやってあげると、また今のドルマークをですね、うまく使うと横だけ動いてほしいというふうにするとうまくいくんで、それだけやっていきます。Vlookup で検索値をここで、横には動かすので、縦には動いてほしいと。なんで B の前だけつけます。で、カンマですね。で、範囲がここですね。で、これは固定します。 で、カンマですね。で、列番号はいつも2って言ってたんで、2なんですけど、ここに言ったので、ここですね。で、ただ、これもオートフィルすると、1個ずつこれ動いちゃうんですね。なんで、絶対参照が必要です。ただ、これ絶対参照にするとここから動かなくなって、234っていかなくなっちゃうんで、えっ、ー、と、234っていうふうには、h, i, j っていうふうには動いてほしいと。でも、数字は動いてほしくないんですね。こう、縦には。なんで、数字のとこは固定してあげて、h のところは動いてほしいと。なんで、今度は、数字の前に、 こういうふうに2って入れます。で、カマンですね。で、そしてスルーじゃなくてホルスですね。ホルス。そうすると、B の4は横に動いって、で、固定して、で、ここの部分はオートフィルした時も下には動かず、横だけ動くという感じですね。で、これエンターを押すと、こうですね。で、横に動かして、オートフィルをするとこんな感じです。 これがまあギリギリできる範囲かなという感じですね。で、中身見てみるとこんな感じですね。縦にはちゃんと動いてくれて、で、ここもオートフィルしたときに、このドルマークが数字のところについてるんで、下には動かないんですね。ここで固定されると。でも横に動いたときは、横にはちゃんと I のところは動いてくれると。ドルマークがないんで。なので、このように解いてあげるということですね。 で、これちゃんとやるには、やっぱインデックス関数とマッチ関数っていうのをうまく使わないといけないので、えっと、ここの数字がどうしても出したくないって方は、そっちの方法を解説している動画もあるので、インデックスマッチ関数ですね、組み合わせとして覚えていただくしかないです。なので、この方法ですね、ここはあの難しければここは数字にするとか、まあ、一個ずつ、あの、刻んで練習をしていただくと、うまくいきやすいかなと。 思いますので、ぜひこれちょっと練習していただいて、で、このドルマークにつける位置ですね、この片方しかでつけないっていうパターンがあまり今まで使ったことない人は結構難しいと思います。で、ここは何度も理解ができないかなと思うので、まあ、練習をして何回も何回も繰り返していただければ多分理解できるかなと思うので、この動画見てですね、ちょっと繰り返して、まあ、簡単な表でいいので作ってやってみてください。 そしたらですね、今回は VLOOKUP 関数で横のオートフィールと縦のオートフィールうまくやるパターンですね。これを全部紹介いたしました。今回の動画が少しでも参考になったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。